どうも、キースケデカイマンドです。おやしゃ、あ、朝原、下の住人、ゴミの住人というわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわどうぞ、こんばんは。うわー、先生、いやミスター関、4様、いや、5様にしとこう。数字じゃねえよ。今回の都市伝説は、世の中にたくさん存在するカルト宗教団体、その中には名は知られていないけども、怖すぎるカルト教団がいくつも存在するのね。というわけでですね、今回そのカルト教団について触れていきたいと思います。人民寺院や太陽寺院などヤバい意味で歴史に名を刻んだカルト教団は意外と多く存在するのね。例えば人民寺院は何百人ものメンバーが集団自決をしたことにより名前が広がり、太陽寺院は53人のメンバーが謎の集団死をしたけども、その謎が今でも解明されておらず、他殺か自殺かもわからないという謎の多さでその名を世間に広めたのね。風呂入れよ。しかし今回はこの2つのカルト教団とは違い、名前こそ広がっていないけども身の毛もよだつようなカルト教団が存在するのね。まず1つ目は UFO カルト集団、スペリオル・ユニバーサル・アグリメント。この教団は1980年代ブラジルでバレンティーナ・デ・アンドラーデがリーダーとして設立したのね。なんせ5時の新宿駅のワゴンがね、バイオハザード。そしてリーダーである彼女は地球外生命体から神なんて存在しなく、キリストはエイリアンで、それを信じる者だけを救うために宇宙船を送るというメッセージを受けたというのね。それから彼女はこのメッセージを受けた1981年以降に誕生した男子は皆悪魔に取り憑かれているため粛清しなければならないと強く信じていたのよ。ガンダム好きそう。クソ偏見だ。そして彼女は何組かの子持ちの夫婦に自分たちの子供を他の夫婦や祖父母に手渡せば宇宙船に乗ることができると伝えたのね。それから彼女の行動はどんどんとエスカレートしていき、1989年から1993年の間にこの教団のメンバーである8歳から13歳までの男子19人が性的暴行を受け、手足の切断された子や殺害された子まで出てしまったのよ。でかいリュックにケロロ軍曹ついてそう。日本人だろ。そして19人のうちの6人が死亡し、5人は行方不明、あとの残りは逃げ出してしまったというのよ。このカルト教団での男の子の扱いはひどく、ドラッグを飲まされたり、去勢のため体を切断されるという事件もあったというのよ。ロボットで、そこだけ書き。そしてブラジル警察が動き始め、設立から11年後にリーダーと男性信者4名が裁判にかけられたけども、男性信者4名は殺害に関与していたとし実刑が下された一方、リーダーはその現場に居合わせなかったとして全ての件で無罪とされ、スペリオル・ユニバーサル・アグリメントは現在も活動を続けてるのね。次は神との接触実験とし恐怖の人体実験を行ったカルト教団。1970年代初頭、アメリカであるキリスト教系カルト団体に所属する科学者、宗教学者たちが教団施設内で秘密裏に実験を行ったのね。彼らは人間の五感は神に近づくことを妨げていると本気で考えていたのよ。その実験とは、あらゆる感覚を全て消された人間は神の存在を信じることができるだろうという考えにより、外科手術によって人間の五感を全て遮断し経過を見るという人体実験だったのよ。その実験台とされたのは信者である老人だったのね。その人は自分への人生の後悔も期待もないため、教団のためになるならと声を上げ体を授けたのよ。何人もいそう。お前も含まれてる。そうして老人は外科手術を受け、体は健康であるものの視覚、嗅覚、聴覚、味覚、触覚の全てを失ったのね。しばらくの間、老人は自分の人生の思い出話を教団関係者に話していたけども、手術から4日後に異変が起きたのよ。老人の頭の中に何かが喋りかけてくると訴え始めたのね。それから2日後、それまで毅然としていた老人は何かに怯え始め、うなり声、叫び声を上げ、知るはずもない教団関係者の家族や親族、友人の名前を呼び始めたのよ。しかも老人が名を挙げた人たちはもうすでにこの世を去ってる人たちだったのね。これすごいことだよ。なんかさ、五感のうちのどれかを失うと第6感、第7感的なものに目覚めるっていうことでしょ。
つまりそういうことだよね。マインドコントロール。それから老人は天国など存在せず、死んだ者は皆地獄へ落ちる、五感を返せと訴え続け、徐々に老人は言葉を口にすることが減り、叫ぶこともなく、呪文のような意味不明のつぶやきが増えていったのよ。虫みたいだね。何を言ってんのか。それから2週間後、盲目であるはずの老人は定期検診を行っていた研究者を見つめて、やっと神と話すことができた。あいつはもう人間に興味がないと言っていると残し、息を引き取ったのよ。今回取り上げたのは数あるうちの一部の団体であり、世界にはもっと危険なカルト教団が存在していたのかもしれないね。ね、やっと神と話すことができた。これはあらかじめ間違ってないのかもしれないよね。信じるか信じないか話しないです。突っ込む必要ねえよ。